じゃなかったらこんなんやってらんないですよ。本当の意味で世界一を。この試合が決まった意味を僕は理解します。たとえつくやつは全員ぶちのめす。残酷なまでに叩き潰したいな。なんでやめないんだろうって自分でもいつも思うし、好きなものは誰にも負けたくないな。これから先僕が K-1 を辞めるってなったら多分もう引退するっていうことかな。K-1 で本気でやってるから病院とか行っても職業 K-1 ファイターって書きました。それでご飯食ってる。やっと来たかって、この日をもう今かと待ち望んでたの。楽しみで仕方ない。自分が好きでやってるのに泣いて喜んでくれる人がいっぱいいるじゃないですか。それが僕は格闘技の魅力かなって。